これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布いたしました議事日程第7号の通りであります。それでは日程第1第109号議案ないし第159号議案の議案51件を一括議題といたします。件名の朗読を省略いたします。それでは通告による個人質疑の発言を順次許可いたします。まず最初に小川美佐子議員。日本中の原発がすべて止まって170日目の今日、2014年3月3日、無所属の立場で市民の意見を届けてまいります。順番の入れ替え、割愛する質問もございますのでご了承ください。もうすぐ未曾有の原発事故から3年が経とうとしています。しかしながら未だに現場検証もできず、収束の目処も立たず、毎日平均約3000人、8割以上は下請け、孫請け、ひ孫請けの作業員が放射線を浴びながら、廃炉準備や自己収束の作業に当たっています。住民14万人は避難生活を続け、空に海に地中にと汚染が続いています。数年でほぼ復興した阪神大震災と違い、原発震災の復興は難しく、国の破綻につながりかねないということです。原発推進であったドイツのメルケル首相も福島原発事故に衝撃を受け、 3.11 後ドイツの原発撤廃を決めました。今止めなくていつ止めるのでしょう。今こそ党派宗派を超えて命の選択をするときではありませんか。早速原子力政策の小問題についてお尋ねいたします。原子力規制委員会はこの2月再稼働安全審査の最終結論を出す前の公聴会、意見募集、パブリックコメントを行うという方針を発表しました。田中俊一委員長によれば、安全審査の技術的な問題に限り、新たな安全基準をクリアした原発に関し全国から意見を募集し、地元要望があれば意見募集の期間中に地元公聴会を開催するというのです。この突然の追加された方針の背景は何なのか、公平さを欠き責任逃れではないかとの声もあります。それぞれのご見解をお示しいただきたいと思います。以上、答弁を求めます。下村市民局長。お答えいたします。意見募集については、原子力規制委員会が新規制基準に基づき初めて審査書案を作成することから、科学的技術的な意見を広く募集し、審査結果に反映させることを目的に実施を検討されているものと認識いたしております。また意見募集期間中の公聴会については、その内容は適切な時期に具体的な実施要領として規制委員会で審議する予定とのことでありますので、その動向を注視してまいりたいと考えております。また意見募集や公聴会は審査書案の作成において万全を期して取り組む上で重要な手続きであると考えております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれ答弁いただきました。規制委員会は科学技術面の安全審査を全国民に意見募集してから判断するとかなり慎重になっています。ただ技術面だけだと市民には分かりづらく、再稼働を進めたいばかりに宮殿職員が一般市民になりすまし、民意をでっち上げた限界原発やらせメール事件のようなことにならないよう願っています。次に、政府が決めた新たなエネルギー基本計画案について、この案の特徴を示してください。以上、答弁を求めます。田中環境局長。お答えします。政府の新たなエネルギー基本計画案の特徴でございますが、震災前に描いていたエネルギー戦略は白紙から見直し、原発依存を可能な限り低減するという方向性と、各エネルギー源についての位置づけ等が示されており、その主なものといたしましては、再生可能エネルギーについて3年程度導入を最大限加速し、その後も積極的に推進していくこと、原子力について規制基準に適合すると認められる場合その再稼働を進めるとされたほか、原発依存度について可能な限り低減させること、石炭について
高効率化技術等の導入を推進し、地球全体で環境負荷の低減と両立した形で利用していく必要があること、石油について供給源多角化、産油国協力、備蓄等の危機管理の強化や、原油の有効利用、運輸用燃料の多様化、調整電源としての石油火力の活用等を進めることが不可欠であることなどが示されたところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。環境局長にご答弁いただきました新たなエネルギー基本案に原発依存度を可能な限り低減させるとあります。ならば再稼働を止めればいいのではないでしょうか。しかしながら一方では規制基準に適合すれば再稼働を進める、これは大いなる矛盾で、要は原発再稼働に前向きな姿勢を明確にしたということです。この素案に対する1月6日締め切ったパブコメの件数と主な意見はどうだったのか、また2012年夏政府が新しい国の方針を決めるためエネルギー環境に関する選択肢と銘打って全国11カ所で意見聴取したアンケートやパブコメなどの国民的大議論では、パブコメが異例の約9万件集まり、結果原発ゼロ案に賛成したのがアンケートでは 81%、 そしてパブコメでは 89.6% と圧倒的だったこと、このような民意を反映するなら当然原発はゼロであるはずなのに、この結果を無視していること、さらに核のゴミの処理策最終処分地さえないまま原発を重要なベースロード電源と位置づけたこと、それぞれへの見解、また福島原発事故の真摯な反省、安全神話からの脱却と矛盾する事故の遅すぎる真相究明、避難者への対応、純国産エネルギー源として優れた安定供給性と効率性、運転コストが安いとあるが果たしてそうか、以上見解を求めます。下村市民局長。新しいエネルギー基本計画案のパブリックコメントにおきましては、省エネルギーを推進すべき、再生可能エネルギーを推進すべき、安全が確認された原発を早期に再稼働すべきや再稼働すべきではないなど 18,663 件のさまざまな意見が寄せられたところであります。これを受け国においては、政府はこうした議論を正面から真摯に受け止めなければならない、また原発依存度については省エネルギー再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより可能な限り低減させるなどの考え方が示されているところでございます。新たに、エネルギー基本計画案においては、計画冒頭の初めにおいて震災前に描いてきたエネルギー戦略は白紙から見直す、原発依存を可能な限り低減する、東京電力福島第一原子力発電所事故で被災された方々の心の痛みにしっかりと向き合い寄り添い、福島の復興再生を全力で成し遂げるとされているところであり、このことにのっとり今後可能な限り早期に事故の原因究明がなされることや避難者への継続した支援が行われるべきであると考えております。なお計画において原子力は燃料投入量に対するエネルギー出力が圧倒的に大きく、数年にわたって国内保有燃料だけで生産が維持できる純国産エネルギー源と位置づけられております。以上でございます。田中環境局長。政府としてはエネルギーの安定的確保を図るために、安全性の確保を大前提とした上で、発電コストが低廉で昼夜を問わず安定的に稼働できるという観点から、原子力を石炭と同様に重要なベースロード電源と位置づけたものと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。答弁いただきました。慶応大学の金子勝教授から、2012年夏のような国民的大議論もなく、総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会において脱原発を主張する議員を外して原発推進の立場に立つ議員に差し替えた上で審議会だけで決め、民意を軽視していると指摘され、急遽年末年始パブコメを行いました。それでも約1万9000件もの意見が寄せられたわけですが、民意が反映されているとは言い難く、使用済み燃料の再処理することで
資源燃料として再利用できることなどから、数年にわたり国内保有燃料だけで維持できる純国産エネルギー源と名付けてしまうのも奇弁というかこじつけです。季節や時間帯に関係なく安定供給できるので、原発がベースロード電源というのも、原発はそもそも出力調整ができず、ガスで言えば夜になってもとろ火にできないから、仕方なく夜余る電気を夜間電力として安売りしたり、それでも余るので揚水発電所を併設しなくてはならないわけで、これもまた奇弁と言わざるを得ません。要は民主党政権下での2030年に原発をゼロにするという方針が覆され、大きく後退したということです。質問を続けます。原子力規制委員長が規制基準は安全基準ではないと明言される一方で、世界最高レベルの厳しい新基準と胸を張るのは矛盾してはいないか。さらに運転再開のめどはなく、すでに総額1兆円以上を投じてきた高速増殖炉モンジュ建設に2兆円以上かけても、アクティブ試験中の数え切れないほどのトラブルで、本格稼働したこともない、この10年本格稼働したこともない6カ所再処理工場、どう考えても破綻しているとしか言えない、このような核燃料サイクルの着実な実施という現実のに乖離、現実との乖離について、以上ご見解をお示しください。下村市民局長。原子力規制委員長の発言は、新規制基準は事業者にとっての安全確保のために最低限満たすべき基準として、絶えず改善の努力をすべきものであるということではないかと考えております。また世界で最も厳しい水準の規制基準という記載内容については、シビアアクシデント対策など世界一と言っていいぐらい厳しい基準になっているという同委員長の発言によるものと考えております。新エネルギー基本計画案において核燃料サイクルに関する諸課題は短期的に解決するものではなく、中長期的な対応を必要とするとされているところであります。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。これまで最終処分場の候補地を自治体からの公募で募っていました。最終処分場の文献調査に応じた自治体に NUMOから支払う単年度交付限度額を 2.1 億円から10億円にいきなりアップしてまで自治体に手を挙げてほしかったけれども、目処が立たず、国が処分場に適した地域を示して主導して問題に取り組む姿勢を明確にしなくてはならないほど行き詰まっているということです。次に復興庁をはじめ環境省、原子力規制庁などが作成した冊子、放射線リスクに対する基礎的情報並びに機関に向けた放射線リスクコミュニケーションに関する施策パッケージについて、関連省庁がこのような冊子を作った目的、狙い、費用、配布先の予定、巨額の税金を費やした放射能への不安を低減させるための安全神話の押し付けキャンペーンとの批判という意見があるが、どうか。また2012年文科省が作成した放射線服毒本と類似する問題点は何か。以上答弁を求めます。下村市民局長。関連省庁が作成した冊子につきましては、福島第一原発事故による避難住民の帰還に向け、放射線の健康リスクへの理解を深めてもらうことを目的に作成されたものであり、避難指示区域の市町村などに配布することとされております。なお冊子の作成にかかる費用につきましては把握していないところでございます。次に、お尋ねの施策パッケージにつきましては、放射線に対する個々人の不安に対応したきめ細やかなリスクコミュニケーションの強化を図るものでございますが、一方では早期帰還を前提としたものであることや、放射線への不安の払拭を目的とした情報発信が主体であるなどの批判もあるようでございます。また関係省庁が作成した冊子に対しましては、福島第一原発事故への反省を含めた内容となっていないことや、子どもの放射線の感受性の高さなど、放射線被曝のリスクに関する重要情報が記載されていないなどの批判があるようでございます。以上でございます。
小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。放射線服毒粉は文科省が原子力村の中心団体である原子力文化振興事業団に委託し作成させ、原発の安全神話が崩壊してもなお今度は放射能の安全神話を全国の児童生徒に押し付けたもので、回収を求める署名運動に発展しました。そして放射線による健康影響などに不安を抱く避難者が多いことから、できるだけ正確な判断材料の提供と復興庁が叫んでも、今度の放射線リスクに対する基礎的情報という冊子は、放射能の影響は実はニコニコ笑っている人には来ません。労働基準法で18歳未満が作業を禁止される放射線管理区域の6倍に相当する年間20ミリシーベルトを子どもたちに浴びさせても大丈夫、100ミリシーベルトは大丈夫などと放射能被害を過小評価してきた、あの長崎大学の教授山下俊一医師たちが並んでずらずらと作成者の欄に並んでいるのには驚きを禁じえません。安全神話の復活以外に何が考えられましょうか。悪夢のようです。引き続きお尋ねします。来る4月、イギリスのセラフィールドから六ヶ所村の一時貯蔵施設に帰ってくる高レベル放射性廃棄物について、1、最初にのガラス固化された高レベル放射性廃棄物には仙台原発の廃棄物も含まれるのか、2、仙台原発の再処理委託先はイギリスのみか、何度目の返還になるのか、3、仙台原発が高レベル放射性廃棄物を外国に委託して再処理する費用はいくらか、4、その費用は総括原価に加算され、私たち消費者の電気代に上乗せされるのか、5、冷やすためにとりあえず50年間保管する費用はいくらか、これも電気代に上乗せされるのか、6、50年間保管した後はどうなるのか、最終処分費用も電気代に加算上乗せされるのか、7、増え続ける核のごみ最終処分場が日本中どこにもない現状で、今後の方針はどうなっているのか、以上まとめて答弁ください。下村市民局長。九州電力によりますと、イギリスから六ヶ所村に帰ってくる高レベル放射性廃棄物につきましては、仙台原発の廃棄物も含まれているとのことでございます。また、再処理の委託先は過去フランスもあり、13回目になるとのことであり、その費用は公開していないとのことでございます。なお、その費用は再処理する時点の電気代に含まれているとのことでございます。また、50年間保管する費用についても公開はしていないとのことでありますが、その分も電気代に含まれているとのことでございます。次に、原発の使用済み核燃料を最終処理する施設がない状況については、国において国民の理解のもと早期に解決すべき課題であると考えております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれ答弁いただきました。仙台原発の廃棄物も含まれているということ、そして海外に委託する再処理費用もとりあえず保管する50年間の費用も秘密であること、それなのにその費用が私たちの電気代に含まれるということが明らかになりました。破綻した核燃料サイクルに何兆もかけ、原発が稼働する限りそこに使用済み燃料が運ばれていき、それらすべての経費が永遠に私たちの電気代に跳ね返ってくるのです。引き続き福島第一原発事故に関してお尋ねします。福島震災関連死と津波震災直接死はどちらが多いのか、また安倍総理が公安内でブロックされていると国際的な場で宣言し、発言を訂正しない汚染水浄化の見通し、除染の見通し、避難生活の見通しについてどうなっているのか、以上まとめてご答弁ください。下村市民局長。福島県における震災関連死と津波、震災直接死につきましては、2月19日現在で震災関連死が1656人となり、津波震災直接死の1607人を上回っているようでございます。
汚染水の浄化などの見通しにつきましては、新たな汚染水の漏出や除染廃棄物の中間貯蔵施設整備などの問題があるとともに、避難区域の一部で避難指示の解除見込みを延長するなど、今なおさまざまな問題に直面していることから、事故の収束の見通しは立っていない状況であると認識いたしております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれとご答弁いただきました福島原発事故から3年を待たずして震災直接死を上回る関連死、事故収束の見通しも立っていないとのご認識は最もなことです。伊藤知事が6月に判断をするという仙台原発 再稼働ゴーサインを恐れ、原発の問題点をあぶり出すために本日は必死の思いで質問させていただいております。引き続き再稼働問題について、1. 規制庁の役割と規制庁が強調している地元説明と地元了解の切り離し論は責任逃れという声がありますが、このことについての見解、そもそも世界最悪の原発災害が未だ収束せず原因究明もされない中、過酷事故を起こりうることを前提とした審査は妥当か、事故の全容が解明されない中、放射性物質を放出を抑えるフィルター付きベントに特化し設置を審査する意味、以上についてまとめてご見解を求めます。下村市民局長。原子力規制委員会は初めての審査書案の作成において万全を期して取り組む上で、科学的技術的な意見を広く募集することが必要との考え方から公聴会開催等を検討しているとのことでありますので、当該手続きは重要であると考えております。シビアアクシデント対策につきましては、福島原発事故以前には規制の対象とされず、事故の進展を食い止めることができなかったことを教訓に、新規制基準において万一シビアアクシデントが発生した場合に備え、その対策を講ずることが要求されているものと考えております。次に、フィルター付きベントにつきましては、福島第一原発事故を教訓にシビアアクシデント対策の一つとして設置が求められた放射性物質を低減するための設備であるとされております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。原子炉格納容器の放射性の気ガスは取り除けないというフィルター付き弁当設置ですが、これが壊れたら一体どれだけの放射性物質が放出されてしまうのでしょうか。引き続きお尋ねします。すでに報道でご周知の通り、新たな仙台原発周辺に新たな断層が見つかりました。その断層は仙台原発原子炉の北東約800メートルの山中の崖に露出し、地表近くから3本がそれぞれ垂直に伸びている。地質学専門の立石正明新潟大の名誉教授は、活断層の可能性がある理由を、断層の粘土は非常に柔らかく13万から12万年前以降に動いた可能性が否定できないと宮殿に詳しい調査を依頼しました。ご承知の通り、1997年宮野城で902ガルの揺れを観測した鹿児島県北西部地震を引き起こした活断層は未だに発見されていません。原発震災を強く警告していた地震学の権威である石橋勝彦神戸大学名誉教授は、活断層がないからといって大地震が起きないということはない。北西部規模の地震が仙台原発直下で起きれば、原発はひとたまりもありませんと言われます。立石氏の指摘による仙台原発直近の新たな活断層の可能性について調査すべきだが、いかがでしょうか。安全審査の地震津波の課題として提示された仙台原発1-2号機の7つの審査項目について考え方を示してください。日米両政府による確率論的リスク評価 PRA 原発事故リスク数値化とは、
具体的にはどのようなものか、以上まとめて答弁ください。下村市民局長。立石名誉教授が活断層と思われる断層を発見したとして、九州電力に詳しい調査を求めており、その状況を見守ってまいりたいと考えております。次に、2月10日現在の審査中の主な課題は、敷地内破砕帯、地震動及び津波に関するものとして、断層内物質を用いた活動性、評価方法の妥当性や海域活断層の再評価など7項目が示されております。次に、確率論的リスク評価については、原子力施設等で発生する事故を対象として、その発生頻度と発生時の影響を定量評価し、安全性の度合いを表す方法でございます。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました PRA 原発事故リスク数値化は、アメリカにおいては20年ほど前から普及しつつあるそうで、生かすべきだと思います。新しい断層を宮殿は徹底調査すべきです。次に、原子力災害対策避難計画についてお尋ねします。1、仙台原発事故想定で薩摩仙台市民約9万人の避難にかかる最大時間はいくらか。2、昨年秋の原子力防災訓練の参加者は何人だったのか、30キロ圏内の人口の何パーセントだったのか。3、仙台原発から5キロ圏内の住民は何人で、そのうち本市が避難先になるのは何人か。以上まとめて答弁ください。下村市民局長。薩摩仙台市によりますと、同市の市民約9万人の避難にかかる最短時間につきましては、現在県が渋滞シミュレーションを行っており、その結果を受けて算出するとのことでございます。昨年10月、本市で実施した避難訓練においては、9つの自治会を代表して全体の 3.4% である32人の住民が参加をいたしました。次に、仙台原発からおおむね5キロ圏内の世帯数及び住民数につきましては、薩摩仙台市によりますと、平成25年10月現在で約2600世帯5000人であり、その全員が本市を避難先としているとのことでございます。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。避難訓練参加者はわずか 3.4%、 どうやって実感を共有化していくのか。薩摩仙台市からも5000人、本市に避難してくるとのことで、こと想像するだけでもドキドキします。南日本新聞によれば、環境経済研究所という民間団体の試算で、仙台原発30キロ圏避難は最長43時間ということで、交通研学会で発表するとのこと、国の指針が24時間以内となっていることから、被爆が回避できないというのは必至です。引き続きお尋ねします。事故は突然起きるもの、自家用車でない住民の把握、準備するバスの総数と本市が準備する台数、私有の乗り合いバスなど204台には観光バスも含まれるのか、またすぐ避難体制に入れるのか。郡山旧自治会10カ所のバス集合場所から最も遠い人は歩いて何分かかるのか、確認の担当は誰がするのか。避難弱者と言われる要介護者、重篤な入院患者、高齢者、乳幼児の避難はどうなるのか。避難経路は幹線道路、広めの道路となっているが、寸断された時のことは想定しているのか。例えば小中学校や病院などに出かけている住民は帰宅するのを待つのか、バス避難になるのか。以上まとめて答弁ください。下村市民局長。バスで避難される住民の数や集合場所までの所要時間、確認体制、必要となるバスの台数、観光バスも含めた204台の市バスの運行状況も含め、今後避難訓練の実施や自治会ごとの避難計画の作成を支援する中で、さらに整理してまいりたいと考えております。本市の UPZ 内の災害時要援護者については、支援内容と
避難手順についても今後具体的な整理をすることとしております。また福祉施設等の避難計画策定については施設の設置者が作成することとなっておりますが、本市としても計画策定の支援を行っているところであります。避難所及び避難経路については災害により寸断されることも考慮して3方面に設けたところでございます。小中学校や病院への外出中の場合の対応については放射線の拡散状況等を踏まえて災害対策本部が発する指示等に基づき屋内退避や避難所への移動等を行っていただくものと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。避難計画についてはもっともっと具体的に整理をいただくことを要望しておきます。東海村前村長によれば以前の訓練の際車200台でも渋滞して大混乱を招いたとのこと。このような事態は想定しているのか。郡山から避難先である吉野谷山城西山地区および薩摩川内市からの避難先での受け入れ先の訓練はどうなっているのか。郡山避難住民約1000人には防護服、マスク、要素材などが配布されるのか。段取りは誰が行うのか。現地災害対策本部となる郡山支所に残る職員、派遣される職員は何人で、最終的には何人が詰めるのか。仙台原発から鹿児島市役所まで約44キロで、福島原発から約50キロの福島市内も汚染した現実があります。30キロ圏外の被害想定はされているのか。以上まとめて答弁ください。下村市民局長。郡山地域からの避難については今年度情勢方向の訓練を行ったところであり情勢方面の訓練を行ったところであり今後吉野谷山方面についても実施したいと考えております。なお薩摩川内市からの受け入れについては24年度の県原子力総合防災訓練において山下省への受け入れ訓練が行われたところでございます。安定要素材につきましては郡山支所に7000個を配備しており、国の判断に基づき配布することとしております。なお防護服等の配布については予定をいたしておりませんが、市民のための防災ガイド鹿児島において避難時には長袖の服、長ズボン、帽子の着用やマスクをしたり、タオルやハンカチで口や鼻を覆うなどの自衛策について啓発したところでございます。本市避難計画では渋滞発生にも備え避難所を3方面に設けたところでございますが、現在県において行われている渋滞シミュレーションの結果を踏まえてさらに具体的に検討してまいりたいと考えております。現地災害対策本部の要因につきましては事故の発生状況や避難体制により変わりますことから、今後訓練等を通してさらに整理してまいりたいと考えております。 UPZ 外の区域の被害想定については今後国において検討されることとなっております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。伺えば伺うほど怖くなってきます。あってはならないことですが、備えるためにはもっともっと具体的な検討整理をしていただくことを要望しておきます。引き続きお尋ねします。緊急被爆医療体制のそれぞれの編成及び構成、役割、人員確保、内容はどうなっているのか。本市避難計画では大学病院が後方支援、県では私立病院が救護所活動となっているが、具体的にはどうなるのか。現在入院している重篤な患者さん、避難してきた患者さんの受け入れはどのようになるのか。原発防災備蓄品として要素材、衛生用品、アレルギーの子ども対応の粉ミルク、食品などの備蓄現状はどうなっているのか。有事の際、無事の時、いずれも情報、市民の窓口はどこなのか。以上をまとめて答弁ください。下村市民局長。緊急被爆医療の具体的な体制については、
県において救護担当と役務担当といった役割に応じてスクリーニング班などが設けられており、本市は県に協力するものとして事故の発生状況に合わせて対応してまいります。また市立病院は救護所活動としてスクリーニング等を行う班に位置づけられており、鹿児島大学病院は二次被爆医療体制の支援を行うこととされているところでございます。施設に入所している要援護者の避難計画につきましては、施設の設置者が策定することとなっており、本市としては計画策定の支援を行っているところでございますが、その中で整備されることになるものと考えております。災害発生時の情報の集約は災害対策本部が行い、市民への窓口は各対策班で適切に対応するよう努めてまいります。災害時の備蓄につきましては私の方で一括して答弁いたしますが、現在本市はアルファ米等の食料、飲料水、粉ミルク、紙おむつなどを備蓄しておりますが、原子力防災の観点からもさらに検討したいと考えております。なお安定用素材については先ほど申し上げたとおりでございます。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。アレルギーのお子さんは日常でも大変で、福島原発事故でも大変お困りと伺って、震災後私たちは支援野菜を販売し、その益金を NPO 法人アトピッコ地球の子ネットワークに送り続けてきました。具体的に細かに検討しなくてはならないことが数多く残されていますので、ご検討方要望しておきます。避難計画関連の質問はこれで終わり、原発被害の試算、過酷事故のシミュレーションについて以下お尋ねします。1、科学技術庁の大型原子炉の事故の理論可能性及び公衆損害額に関する試算。2、原発事故損害試算が国家予算の倍という隠されてきた鍵庁資料。3、仙台原発事故の際、レベル別、被害範囲、被害者数の予測はしているのか。4、京大原子炉実験所故瀬尾武氏が行ったシミュレーションはどのようなものなのか、以上まとめて答弁ください。下村市民局長。お尋ねの試算資料及び国家予算との比較については把握できなかったところでございます。またお尋ねの予測につきましても行っていないところでございます。お尋ねのシミュレーションについても把握できなかったところでございます。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれ答弁いただきました。国会にも提出されておりまして、国の調査を要望しておきます。最後に市長の政治姿勢として、2012年4月発足した脱原発を目指す首長会議について数点お尋ねいたします。1、脱原発を目指す首長会議は元職も含め現在何人の会員組織か、また鹿児島県はどうなっているのか。2、函館市が対岸にある青森県の建設中の大間原発建設を差し止め阻止をすることになった経緯と理由。3、青森市長が単独事業として市民約30万人全員の要素材を購入する方針を決めたのは画期的なことだと思いますが、その経緯、見解、評価。4、新潟県知事が原発再稼働に反対する理由そのことについての見解、評価。5、弁護士出身の札幌市長が放射能汚染、公害としての防止法をと法整備を訴える審議、見解、評価。6、JCO 臨海事故で国や県よりも早く住民への避難要請を決断した東海村、村上達也前村長が脱原発になった理由。以上、それぞれ答弁を求めます。下村市民局長。脱原発を目指す市長会議の会員は平成26年2月12日現在で94人で、鹿児島県では総市長、伊仙町長、徳之島町長の3人が会員となっているようでございます。函館市の訴訟につきましては、大間原発の設置許可処分は平成20年4月になされており、新規制基準による安全性判断がなされていない原子炉であることなどから、
設置許可処分の無効確認等を行うための訴えの提起に関する議案が提出されたものであると認識しております。青森市は UPZ 内には含まれないものの、県内で臨海事故等が発生した場合に同市でも対応が必要として、青森市民約30万人分の安定用素材を3年かけて備蓄することとしたもので、原子力災害時の市民の放射線被害を予防するため判断されたものと考えております。新潟県知事は原発の再稼働について議論する前に安全性を確保するため福島第一原発事故の検証と総括が必要と発言されているところであり、事故の原因究明が当然なされる必要があるものと考えております。札幌市長は平成24年6月の環境基本法の一部改正により、放射性物質による環境汚染を防止するための措置が同法の対象とされたことを受け、放射能汚染を公害として防止法の整備を求めており、このことにより規制基準の整備と責任の明確化が図られることを求めているものと考えております。東海村前村長である村上氏は JCO 臨海事故を経験して原発の在り方に不信感を抱くようになったこと、また東日本大震災では東海第二発電所が福島第一原発と同じような危機的状況になりかけたにもかかわらず、地震から12日後まで知らされなかったことなどが脱原発へと舵を切るきっかけになったと述べられております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。他にも住民を皆埼玉に避難させた井戸川町長などもおられます。それぞれ首長は皆住民の生命と財産を守るためそれぞれ取り組まれておられます。それぞれに取り組まれておられます。仙台原発の隣接市として万が一事故が起きたら多大な被害を被る本市の市民の命と財産を守るため、森市長におかれましては年々会員が増えつつあるこの脱原発を目指す首長会議に参加されるお考えはないか。以上答弁を求めます。森市長。小川美佐子議員にお答えいたします。原発を含めたエネルギー政策についてはその安全性も合わせて国の責任において判断実施されるべきものであり、市長としての政策的な問題を総合的に協議する場としては全国市長会等の枠組みがあることからお尋ねのお考えはないところでございます。小川美佐子議員。森市長にご答弁いただきました。脱原発を目指す首長と情報交換され全国市長会の協議の際反映されてはいかがでしょうか。要望しておきます。今回原発に関する多項目の質問に対して私は原発は環境エネルギー問題と捉えておりますが、避難計画以外の質問も含めそのほとんどを危機管理課が属する市民局が局に答弁いただきましたことに敬意を感じる一方、残念な思いで質疑を交わさせていただいた次第です。新たな質問に入ります。観光庁においては年齢や障害による制約の有無にかかわらず誰もが気兼ねなく参加できる旅行を目指すユニバーサルツーリズムの普及促進を目指しており、その検討会を設置しております。私も先日その検討会の委員の一人中村はじめさんのお話を聞く機会を得て、中村さんが理事長を務める NPO 法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンターにおけるユニバーサルツーリズムの先進的な取り組みについて多くのことを学びました。そこでバリアフリーな街づくりについて以下数点まとめて質問いたします。まず日本バリアフリー観光推進機構が示している
全国同一基準であるパーソナルバリアフリー基準とは何を目的としたものか、また障害者の就労支援活動や職業訓練や体が不自由な人の旅を支援する県内組織であります NPO 法人 e-workers がワーカーズ鹿児島が今年度国の事業を事業費を活用して行った宿泊施設の設備調査のにどのように協力をした本市は協力をしたのか、またその取り組みをどのように評価しているのか、さらに先進的な NPO 法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンターからの学ぶことは多いと思いますが、いかがでしょうか。以上まとめて答弁ください。中園経済局長。お答えいたします。日本バリアフリー観光推進機構のパーソナルバリアフリー基準は、同機構によりますと、障害者視点の調査により、観光施設などのバリアを明らかにすることなどを基本に作成された、旅のユニバーサルデザイン化のための基準とのことでございます。NPO 法人 e-workers 鹿児島が観光庁から選定され、実施した調査には、本市も協力したところであり、成果品であるパンフレットは、シティビューなど本市の交通機関や観光施設におけるバリアフリーについての情報発信につながるものと考えております。お触れになりました伊勢志摩バリアフリーツアーセンターの取り組みにつきましても、今後調べてみたいと思います。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれ答弁いただきました。 NPO 法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンターなどの取り組みからの学ぶことは多いと考えます。調べてまいりたいとのことでしたので、当局とされましてもその取り組みについてぜひ調査していただきたい、いただき鹿児島市に反映していただきたいと思います。次に、全国障害者スポーツ大会に向けてのバリアフリー化の取り組み、当事者のニーズの把握、声を生かすにはどうすればいいのか、国民体育大会、全国障害者スポーツ大会に向けおもてなしとしての市長の見解を求めます。以上答弁を求めます。石踊教育長。お答えいたします。国民体育大会委員会が策定した21世紀の国体像において、スポーツ関係者の育成やスポーツ環境の整備等の取り組みを通して、あまねく人々がスポーツを差別なく享受しうるよう努めることが求められております。本日といたしましても、これらを念頭において取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。市長の意気込みは伺えず残念でしたが、新しい質問に入ります。みたび子宮頸がん予防ワクチンについてお尋ねします。1、平成23年2月事業開始からワクチン接種対象人数からのワクチン対象人数設置者人数の割合、人数と割合、これまでの総事業費に過去10年の子宮頸がん死亡率の推移を見た場合、20代は減少しているのか、再度の確認。3、25年6月、厚労省は接種の症例一時中止をなぜ通知したのか。以上まとめて答弁ください。藤田健康福祉局長。お答えいたします。公費負担を開始した平成23年2月から25年12月までの状況を、年度ごとに接種対象数、初回接種者数、その割合、総事業費の順に申し上げますと、22年度12,311人、2,419人、20%、6,625万7000円、23年度12,427人、8,730人、70%、4,233万9000円、24年度4,075人、2,139人、52%、1,991万1000円、25年度3,087人、120人、4%、830万5000円となっております。
平成15年から24年までの人口10万人あたりの子宮がん死亡率については20代では減少しているようでございます。接種勧奨については国においてこれまで接種を受けた方にワクチンとの因果関係を否定できない痛みが見られたことから一時的に差し控え副反応に関する調査を行うこととされております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。23年度の初回接種者数、23年度の初回接種者数 70% が25年度には 4% とのこと。この10年の子宮がんの死亡率も20代は減少しているとのこと。次に接種の症例一時中止について9月以降の広報の具体的な改善と効果、25年度の状況、25年度と26年度の接種者数と事業費の推移をお示しください。また子宮頸がんワクチンは半年に3回約5万円を無料接種する臨床経験は浅く、実績評価不十分なワクチンだと思いますが、本市の認識をお示しください。原因とされるヒトパピローマウイルスには100種類以上があり、このうち15種類がハイリスクタイプに分類され、なおヒトパピローマウイルスの16型18型の全がん状態のみ予防するというワクチンということを再度確認いたします。以上まとめて答弁ください。藤田健康福祉局長。昨年9月の市民の広場に接種勧奨を差し控えている旨を掲載したほか、ホームページに痛みの診療を行う医療機関や副反応報告の手続き、国の検討状況を掲載するなど情報提供に努めたところ、接種状況が変化したものと考えております。25年度は9238件、約1億4900万円の予算を計上しておりますが、12月時点では519件であり、26年度は300件、約540万円を見込んでおります。ワクチンの接種費用は1回あたり約1万6000円で、6ヶ月間で3回接種することとなっており、またワクチンの効果の持続期間はこれまでの臨床試験の結果を踏まえ最長 9.4 年とされているところでございます。このワクチンは子宮頸がん全体の 50% から 70% の原因とされる16型と18型の2種類の HPV の持続感染を予防する効果があり、がんになる前の異形成と呼ばれる状態への進行を防ぐことがこれまでのところ確認をされております。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。ワクチン効果は長くても9.4年、子宮頸がんの 50% から 70% の原因が16型16型18型とのことでしたが、実は 99.9% の女性が感染しない方であること、20代の早くに効果も切れ、その20代は子宮がん率は減少しているというのでは、命の危険を冒して接種する必要性は全くありません。次に接種開始から現時点まで保護者、医師、教職員から書面で報告のあった副反応の件数、昨年から先送りされている厚労省の勧奨を再開するか否かの検討状況と本市の見解、薬害オンブズパーソン会議が提出した国への意見書について把握をされているか、以上まとめて見解を求めます。藤田健康福祉局長。公費負担を開始した23年2月から本年2月までの本市の書面による副反応報告は全て医師によるもので15件でございます。国においてはこれまで3回の検討部会を開催しておりますが、接種勧奨の再開について結論には至っていない状況であり、本市としましては今後の動向を注視してまいりたいと考えております。薬害オムズパーソン会議が厚生労働大臣に対し本年2月24日付で意見書を提出されているようでございます。以上でございます。小川美佐子議員。
ご答弁いただきました副反応は医師からの報告で15件とのこと。厚労省の接種勧奨の再開は結論が見えない状況とのこと。そこで将来ある少女たちの未来を守るため予防効果の疑わしいワクチン接種は全面禁止すべきだと考えますが、以上ご見解をお示しください。藤田健康福祉局長。子宮頸がんの予防接種につきましては昨年4月から法に定める定期接種となっておりますが、国においては今後これまでの検討結果をもとに報告書案を取りまとめ改めて審議することとなっていることから、今後の国の方針を見ながら対応してまいりたいと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。答弁いただきました。こと命のことに関しては疑わしきは使用せずの精神が大事です。しかも未来ある少女たちです。新たな質問に入ります。生活保護費減額と消費税増税について、本市の生活保護所帯は消費税アップによりどのような影響を受けるのか、本市財政への影響、消費税が導入時の1989年には 4.2%、 税率が 3% から 5% のアップ、税率が 3% から 5% アップの97年には 2.2% 増額、この4月から消費税 5% から 8% アップに伴い4月2回目の引き下げ、生活保護新基準の 2.9% を増額する、厚労省と厚労省が発表しておりますが、妥当か。以上まとめて答弁ください。藤田健康福祉局長。26年度の生活保護基準の改定につきましては、国において消費税率の引き上げによる影響も含め、国民の消費動向等を総合的に勘案し、プラス 2.9% 改定することとされておりますが、現在のところ具体的なものは示されていないところでございます。以上でございます。美佐子議員。答弁いただきました。これまでは消費税アップ率よりも多めの割合で改定していたにもかかわらず、4月には保護費が削減され、またその生活基準に、生保基準に消費税アップ率よりも少ない増額だと妥当ではないことを申し上げておきます。弱い者いじめです。最後の質問に入ります。市民の素朴な願い要望について以下お尋ねします。敬老パスで利用可能な浴場温泉の利用回数は現在30回とのこと。毎日とは言えないがせめて3日に1度100回に増やしてもらえないかとの声がありました。利用状況と市民の反応及び利用回数の拡充に対する見解をお示しください。また毎月風呂の日26日風呂の日の入浴料金サービス料について本市のサービスの有無、なければ調査される意向はないか。以上まとめて答弁ください。藤田健康福祉局長。健やか入浴賞は入浴され、利用されている方々からは手軽に入浴できるなど大変喜ばれており、6年度の制度創設当初は10回でスタートし、要望を受けこれまで18回、24回、30回と拡充した経過がございますが、24年度の1人当たりの利用回数は平均7回という状況でございますので、高齢者人口が増加していく中、今後も持続可能な制度として残していくために当面は現行通りとしたいと考えております。公衆浴場組合鹿児島市支部にお聞きしたところ、毎月26日を風呂の日として趣旨に賛同する組合員が入浴料金割引等のサービスを行っているとのことでございます。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれご答弁いただきました。風呂の日についてはぜひ他都市の調査を要望しておきます。敬老パスで利用可能な風呂利用の回数はこれまでも拡充して現在に至ることは評価いたしますが、100日とは言わなくても拡充を要望いたしておきます。病気予防、健康長寿のお年寄りが増え医療費削減になることを思えば喜ばしいことですし、風呂の日に減免やサービス料金を本市が取り組んでくだされば町が元気になると思いますので、
ご検討いただくことを要望しておきます。次にこれも高齢の方からの要望ですが、現在福祉館の 本棚は何巻あり、図書について内容、冊数、貸し出しも含めてもっと充実できないか、また地域公民館の窓口サービスについて、特に夕方以降の利用の場合、委託先からの派遣でお金が発生するのでコピー利用ができないプロジェクターなど、視聴覚機器の名称も把握されていずに、研修や学習の際に困ったとの声、窓口サービスの向上改善はできないものか、以上まとめて答弁を求めます。藤田健康福祉局長。地域福祉館は福祉や趣味の団体等が交流活動する場であることから、特に個人が過ごすための図書スペースはございませんが、41巻中児童ルームのある36巻の本棚には読み聞かせのための本などがあります。なお児童ルームのある館やロビーに余裕のある館では、利用者持ち寄りや図書館のリサイクルの図書を活用しているところもございます。以上でございます。石踊教育長。地域公民館におきましては、接遇に関する研修会等の充実に取り組んでおりますが、今後とも市民が利用しやすい施設になるよう、全職員の窓口サービスの向上、改善に努めてまいります。以上でございます。小川美佐子議員。それぞれ答弁いただきました。図書館は一点集中ですが、各地域にある福祉館は利便性からも重宝です。スペースを利用して、ぜひ料理や趣味、健康づくりのような実用者からでもリサイクルを生かして置いていただくことを要望しておきます。地域公民館の窓口サービスについては、改善の努力をいただけるとのこと、コピーについても何らかの工夫を検討いただけるよう要望しておきます。最後に本庁でタバコの喫煙コーナー設置について、鹿児島市役所を訪ねて一番先に出会う風景が、複数の方々が喫煙する姿、目が合うと気の毒、恥ずかしいようなと結構多くの方から届く声です。本庁舎内の喫煙コーナーは何箇所でタバコの煙の流出を防ぎ、喫煙環境の改善を取り組む考えはないか。以上答弁を求めます。富士の企画財政局長。本庁舎の喫煙場所は7箇所でございます。ご提起の喫煙環境の改善につきましては、今後本庁舎整備事業を進める中でどのような手法があるかも含めて検討してまいりたいと考えております。以上でございます。小川美佐子議員。市政の主役である市民の暮らしの窓口として、本庁舎のおもてなしでまず目に飛び込むのは、ふれあい長寿社会宣言や平和都市宣言を掲げたポールや横断幕の方が好ましいのではと思います。3月に入り移動で人の出入りも増えます。取り急ぎできる改善から要望しておきます。以上で私の個人質問をすべて終わります。以上で小川美佐子議員の個人質疑を終了いたします。